国民議会はモルディブ共和国の立法府である。2008年憲法制定により選挙制度は大きく変更された。国民議会にはモルディブの立法権が帰属する。その具体的な内容は憲法の改正、イスラムの教義に矛盾しないあらゆる法律案の採択、または法律の改正、廃止、行政権の監督、応答責任を有する。 行政権の保障、年度予算、補正予算の承認、法律に従った独立機関に関する決定、公的、重要性を持つ案件に関する国民投票の実施、などを指す。国民議会は、イスラムの協議に矛盾する法律を可決してはならない、と定められている。モルディブ2008年憲法は、立法権は国民議会に属し、行政権は大統領に属し、 司法権は裁判所に属すると定めている。ここで問題となるのは大統領と議会との関係である。大統領も国民議会と同様の選挙権者による直接選挙で選出され、1回目の投票で相当票数の50%を超える得票の候補、1回目の投票で50%を超える得票の候補が現れなかった場合には、 上位2名の候補による決選投票の勝者のいずれかが大統領となる。すなわち、議会の選挙結果と大統領の選挙結果とは直接リンクしないのである。さらに内閣については、副大統領、大臣、司法長官により構成され、副大統領以外は、その任命につき国民議会の承認を必要とする。なお、議会内多数派の支持を受けて選出される。 首相は、現行のモルディブの国政では存在しない。以上から、モルディブの国政は、大統領制としては特に権力分立という面で、典型的なシステムとなっていることが伺える。また、大統領と議会内多数派との不一致が起こりやすい、ことも見て取れる。初の民主的な大統領選挙である2008年大統領選では、モルディブ民主党のモハメドナシードが勝利したが、 ナシードは2回目の投票での勝者であり、1回目の投票では、マウムーン・アブドルガユームに大差をつけられての2位だったので、ある。すなわち、ナシード個人ないしモルディブ民主党単体として、国民議会で優位な地位を築くことは、この時点ですでに厳しいことが明らかとなっていた。現実に、翌2009年の総選挙では、大統領与党のモルディブ民主党は過半数を、 制するどころか、ガユームの影響力が強い野党のモルディブ人民党に、遅れを取る、第二党に甘んじてしまう。このような大統領と議会との、ねじれは、ナシード政権が2012年初めの混乱、崩壊にまで至る、原因の一つとなった。なお2015年現在では、モルディブ進歩党のアブドゥラヤミ委員が、大統領となり、議会の過半数を同党が占めている状況であり、 大統領と議会内多数派とのフィッチという点では解消がなされた。ありがとうございます。